でなぜ私が通所別姓で通してきたかっていうと、まだ18区の頃、母が吉武のお墓に前に行った時に私に「照子はどのお墓に入るんだろうね、お墓の先が分かんないね」ってこう言われた時に、つまりお墓の先が分からないということは結婚して名前が変わるっていう女の人生がこの左右されていくっていうこととつながっていくんだなっていうことを漠然と思いまして、その時から私はもう吉武照子でやっていきたいっていうふうに思って、で学生結婚をしたわけです。で相手の男の名前が都勝地といいまして、お宮の宮に子供の子、勝地が治める、照子都でも都照子でも本当にどっちでもいいっていうね、やっぱり夫とどっちの名前を使うかっていうことで綱引きがありましてね。で夫は名前はそういう記号なんだからどっちでもいいじゃないかっていうふうに私に言ったんだけど、私から言わせれば名字というのは記号ではなくて、やっぱりその人の人格なり人生なりを象徴しているものであるっていうのが実感としてありましたからね。ですからつまりその記号で行くなら美意識で行こうと、都照子よりは吉武照子の方がいいし、都勝地よりは吉武勝地の方が美意識的に行ってもいいではないかと、だから吉武勝地で行こうじゃないかって言った時に、夫はもう美意識ではなくて記号ではなくて人格人生のありようをその象徴してるもんだっていうふうに分かってたから、どうしてもそれにうんと言わないで綱引きをずっとやっていて、で32歳になった時にこれが娘ですけど、あずさを産みましてね、それで吉武照子で入院して、そして夫が娘の生まれたいわゆる出産届を出してくるから判をくれと言って、私の判を持って役所に出かけてきまして、帰ってきましたら婚姻届も出ておりまして、吉武照子で入院し、都照子で退院するというね。だから私はこれはもう本当になんて公文書偽造だっていうふうに未だに思っているわけです。で何て言うのかしら、通称別姓ですから吉武照子ってずっと生きてるんだけれど、例えば外国に行った時とか公のことに何か身を置いた時には都照子というふうに呼ばれてしまうと、なんかこう何て言うのかな、自分であるという実感が持てないんですね。でつい最近私肺炎と狭心症で東京厚生年金病院に入院したんですけど、その時はやっぱり宮古さん宮古さんっていうふうに看護師さんが呼ぶんです。そうすると私は吉武照子で全て責任を取って生きてたもんだから、本当に命のね責任を取る時になって、馴染みのない宮古さんで死ねないというね思いが私はものすごく強くて、本当にこう自分の責任を取って生きてきて愛着のあるその名字を自分で選択しながら生きることが、女が自分の人生を選択して生きることにつながっていくことだっていうことで、何としてもこれは通したいという思いがあって今日伺いました。で娘は都あずさといいまして、物を書いて看護婦をしているわけですけれど、彼女も結婚して旧姓を通称別姓として使ってる、つまり私のうちは親子2代にわたっての本当に怨念込めて の通称別姓派なので娘は娘なりの思いをこれから言うと思いますけど、どうかこれが実現できるように皆さん方もお力を貸していただけたら大変ありがたいと思います。若干ね今意識があるのにね、ちょっと間違えて入って新井さんじゃなくて別の名前呼んだらね、やっぱり表情がムッとしたって、それで新井さんって言ったらクッとうなずいたって、
だからそれはとっても大事なことでね、そこの時まで呼ばれる呼ばれ方ってのとっても大事だと思うんで、吉武さんはもう群れのところに吉武って書いてあるまあ吉武さんが吉武出ることで、あの万が一亡くなる時は亡くなれるようにって言ったらごめん、ブー別姓選択制がちゃんと実現するようにと思います。じゃあ宮子さんお願いします。あの宮子あずさでございます。母が入院したのはあの私の勤めてます病院なので、あのまあ母がその吉武の名前で最後霊安室に行けるように私もすればいえいえ、あの人間は必ず死ぬんですよ。あの母の長生きにつながると思えば頑張りがいもあるというあのものであります。で、あの私は子どもの立場っていうことでちょっとお話をさせていただきたいと思います。あのこちらのまあ、皆さんのお手元のチラシにも子どもにも言わせてほしいっていう部分があって、これってすごく大事なことだと思うんですよね。それはあの私いつもその小さい頃から思っていたんですが、私にとってあの夫婦っていうのはその父と母の姿が原型であります。でたまたま私が生まれ育ったその吉武照子と宮古勝次の家は夫婦別姓でありましたので、私にとって当たり前の夫婦っていうのは別姓の夫婦なんですよね。だからそれをそのなんていうのかな、人と違ってかわいそうとかいうのは世間のあくまで見方であって、むしろそれはかわいそうなんだっていうことを刷り込むことでしかないんじゃないかと思うんです。だからあの別姓の子供をかわいそうにするのは別姓の夫婦じゃなくて別姓を許さない世間の方だと私は思っております。で私はあの当たり前のこととしてあの自分の名前をずっとあのまあ、持っていこうと思いましたので、結婚にあたってもあの自分の性を変える気は全くありませんでした。で夫との間でこの辺りは本当にあの変わってるようで変わらない日本の世の中っていうことなんだと思うんですが、あのやはり夫と私の間でも綱引きがありまして、最終的になぜ私があの戸籍名を夫のせいにしたかと言いますと、これはあの社名も書いていただいて構わないんですが、東芝という会社に夫は勤めておりまして、そこは通称の使用今のところ認めておりません。ですからあの夫が宮子慶一郎っていうんですけれど、宮子慶一郎になった場合、あの藤江慶一郎というあの夫の旧姓、あの今の、まあ、戸籍名ですけれどあのを使い続けることはできないわけなんですよね。あのところがその私の方は看護婦だから、本当でしたらあのちょっと考えればその免許証のある仕事の方が通称が使いづらいんじゃないかって思われると思うんです。ところがそのあたりあの病院の方があの女性が多い職場だけに逆に配慮が行き届いているところがありまして、あの宮古のままで働いてもいいということで、現在あの私の看護婦免許はあの藤江あずさという名前の免許証のコピーと宮古あずさというあの免許証のあの名前の免許証のコピーが2枚ホチキスで留めてあって同一人物であるということを証明しているという形になっております。まあ、そういうわけであの融通の利くところが幸いしてというか災いしてというか、あの私の方があの通称しようという形になりました。ただやはりあの免許証の仕事ゆえあのいろいろなその不便は感じております。公的なあの書類の問題ですとか、あの例えばまあ通帳を作るとか、それはまあ看護婦じゃないに関係ありませんけれども、ですからあのやはりあの私もあの今いろいろ病気、まあ、大きな病気はしてませんけど、小さな病気した時に出てくる薬があの自分の病院で出してもらうんですけど、藤江あずさで上がってくるんですよね。もう誰の薬だろうって飲んでも効かないんじゃないかってやっぱり思うくらいのものですので、本当にあの何とかして親子2代のこの怨念あの通していただきたいと思います。子供のがかわいそうとかのは絶対嘘です。かわいそうにしてるのはそのかわいそうって言ってる人たちだと思います。これは絶対に書いてください。よろしくお願いいたします。